申し訳ない。サ毛さん、30代前半男です。コロナをきっかけに食やいろいろなものは失い、自死を結婚するも生き残りました。だって。何してんだろう、ほんとね。懸命に、えー、救命看護してくださった病院の方々のおかげで大きな障害も残ってません。この恩を忘れないように生きようと思う一方、これからどうすればいいかわからず生きることが怖くもあります。何かご助言いただけたら幸いです。だって。 まったく寒だかなんだかしらほんと寒いな、ほんと、お前はもう。こらあのさ、まあ、なんか自殺しようと思ったのもいいけどさ、もう何度も言っとるけど、このチャンネルでは。もうさ、自殺しようって決めたらさ、もう死んでんだよ。もう死んでんの。自殺しようって決めて、もう死んでもいいやっても死ねるぐらいだったら、もう一回終わってんだから、人生。 そしたらもう全部の責任放棄していいわけじゃん。死ぬぐらいだったら。そうだろな死んで終わらせたい気持ちもしんどいから死にたいと思うんだろうけど、まずしんどいものをさ、もう死んでなくしていいって思ってんだったら、生きたまま一回なくせや。死ぬ前に。迷惑かけんだから。そんな救命看護の人とかに迷惑かけんだから。周りの人にも迷惑かけるし。だから、もうそういう無責任なことすんな。 だから、まずは、あの、死んでもいいって思ってんだったら、マジで、生きて責任を一回全部放棄しろ。仕事もやめて、ね。もう、あの、も全てをもう、ゼロにして、あのさ、なんとでもなるから。だから、あなたみたいな人で、本当にもう、あの、精神的に辛くて仕事できないって言うんだったら、それこそ広きとかじゃないけど、生活保護申請して、もう働くのもつらいんですと。で、 自殺ミスもしちゃいましたって言ったら、多分降りるから、うん。だそれちゃんと申請して、まずは最低限の、あの、保証をいただいて、心が整うまで、あの、まあ、小さい部屋でも田舎でもどこでもいいからさ、あの、お金がかかんないように生活をして、まず心をさ、取り戻しなさいよ。あの、地球の上で生きてる。で例えば綺麗な景色見たり、人と楽しいお話をしたり、お散歩したり、うん。いろんなことしながら、 ね、まずはリカバーしなさいよ、自分自身を。うん。そんで仕事をなんかさ、なんかその間に、現代の社会を見て、いろんなものを見て、あの、自分が多少なりとも興味持てるものを探して、見つかんなかったら見つかんないで焦らず探して、で、これ楽しそうだなとか、もしくはこれお金儲かれそうだなとか、なんかあったら、そのリカバーしてる間にさ、 たくさんお勉強しなさいよ、それについて。他の人よりも。自分がも、あの、人が持ってない知識とかをたくさん勉強してごらん。うん。ほんでもう、あの、社会が怖くなくなるぐらいの知識とかを手に入れれば、お金、ね、ちょっとずつ入ってきたりすることもあるし、うん。で、そっから、だんだんその生活保護とか必要なくなったら、ね、あの、 なくなるぐらいの能力になったら自分で働いてみようって言ってもう一回社会に戻ってもいいし。うん。で、またおっかなくなってめんどく、大変だと思ったらまた元戻りゃいいじゃん、それで。何回繰り返しても別にいいんだからさ。うん。30代前半の男なんてまだ何でもできるじゃん、本当に。うん。だから本当、俺もそうだから本当30代前半から 芸能人になるって言って、あの、一から修行を始めて、今があるわけで、あそこから別にさ、何でもいいわけじゃん。ね交通量調査でボタンを押して車の数数えたっていいし、人の数数えたっていいし、あんまり人と絡まないでいい仕事を探すとか、うん、そういったところからスタートして、まあ、自分の時間を何とかお金に変えてとか、うん、そういう活動して、 ちょっとお金貯めてとか、貯まったら楽しくそれを使える方法を探してとか、まずはさ、死ぬって決めたんだったら、まず死ぬのやめろやって俺は思うんだよね。死ぬって決めたんだったら、まず社会を全部諦めなっていう、一回な。そっから何かできんかなって、トライ一回してごらんって、新しい自分になるトライを一回してごらんっつって。 うん。もう今までの自分は死んだと思って新しい自分を作りなよ。そっから。うん。それでもう社会が怖かった過去の自分とはおさらばして、もう一回、もう中学生ぐらいの気持ちでさ、うん。何年間か自分作りを頑張ってみたらいいじゃん。お勉強なんか2、3年すりゃさ、取れる資格もいっぱいあるし、何でもできるんだから。あ、とねそういうやつばっかだ、本当にもう。恐ろしいな、もう。 頑張れよ、本当に。サモーだが、厚音なれもサモーじゃん、厚音なれよ、お前。サモーとか書いてっから、お前そんな風に思うんだよ、本当に。厚音になるよ、ほに。まあな。俺、俺はそんなアドバイスしかできねえんだよ。そういう生き物なんだから。な、ちょっと厳しいかもしんないけど、そういう生き物なんだから。それが嫌だったら、もうちょいライトにしてくれる人にもう一回相談してごらん。勝ちたかったら登録しとけ。